30年前に本当にあった話じゃ。どうなったの？その校長先生。首がなかった。町中総出で先生の首を探したもんだ。ところがどっからも出てこない。今日何の日だか知ってんのか？四月四日？おかまの節句。午後4時44分、何かが起こる。新年写真撮んの。雑誌に送ると3万円もらえるんだ。こんな先生いたっけ？この4月から新任なんだよ。なんか変なんですよ、この学校。昔からあの大時計が止まると一騒動起こる。出るんだよ、こういう格好。そんなの信じてんの女だけなんだよ。稲田、こんばんは。返して。もうやめて。一人いなくなったんだ。誰も見なかったけど、やっぱり時計塔行ったんじゃない？早く直そうよ。行ってみようぜ、時計塔。